どうも、玩具発掘事務所です。2022年最後のね、棚紹介ということで、ちょっとねざっくりなんですけど見ていきましょうか。まず上からですね、前に棚紹介した時よりは物はちょっとね増えてて、位置とかもね変わってると思います。で2段目、ここが一番変わったと思うな。2段目が、はい、だいぶ様変わりしましたね。で横側ですね、横側はでも特にそんな変わってないと思います。はい、でまあね、紹介したばっかのおもちゃとか表に出ちゃってるんですけど、まあ後でね直そうと思います。こっちね、下の段こんな感じですね。まあ下の段も結構変わりましたね。一番変わったんじゃないかな、やっぱりこっちがこっちが一番変わったと思うわ。はい、こんな感じですね。おもちゃとかが結構大量に置いてあります。はい、3段目こんな感じになってて、まあちょっとぐっちゃぐちゃでね申し訳ないんですけど、まあ全部ね袋に入れて、ホコリとかは被らないようにしてます。はい、でその他100円で買ったおもちゃとかはここら辺に大量にねあります。でまあいろいろねあるんですけど、でこの段ボール積んであるじゃないですか。このガトーレーズンの段ボールの中に一般販売分のウィザードリングが全て入っております。まあ大体ね、大体入ってる、全部じゃないわ、多分何個か持ってないやつはあるけどね。でっかいねアミジャガの段ボールなんですけど、これはねアストロスイッチ40番以外は全部入ってます。でダブったやつとかも全部入ってて、フォーゼドライバーも2つ入ってると、そんな感じですね。結構大量にあります。こっち側のスペースもねちょっと増えたんですよね。はい、こんな感じです。はい、でまあ上にもねいろいろあります。でガシャットケース、あれはねどういう経緯でゲットしたのかはまたね来年あたりに紹介しようと思います。下はほんと変わんないですね。はい、で段ボールもありますし、でこっちにも段ボールが増えたと。でこっちはね前に買ったセイバー関連の玩具が全部入っております。こっちにはなんかダブったおもちゃとかがいろいろ入ってあります。はい、こんな感じですね。まあ大体こんな感じかな。うん、そんなに変わっちゃいないと思う。机の上にはねまだ紹介してないやつとか紹介した後のやつとかがね散らばってるんですけど、またこれはね片付けます。そら片付けます、邪魔ですからねこんなとこ置いてたら。でベルトパーツはねバラでねまとめて一箇所に置くことにしたんですよ。棚に積んでおくとさ劣化したり 重さとかでね劣化したら嫌なので、もう一箇所にこういう風にまとめました。いい片付け方をね知ってる人いたらまた教えてください。今のところこういうもうまとめて置いてる形にしています。はい、まあ、全部じゃないけどねこれで。では次の動画まで、さらばじゃ。